皆さんおはようございます。永井です。いや、とうとう開店しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今日はこちらの川、日原川にやってまいりました。いや、もう昨日のね、夕方からやろうと思ったんですけど、もう人っていうか、もう車で、車3つでもう轟きたんですよ。もうなんで今日の朝一から狙おうと思って来たんですけど、すでにもう何名か入られてる様子で、どうなるかなって感じですね。昨日帰り際におじいちゃんたちに釣れましたかって聞いたら、ぼちぼち釣れたって言ってたから、釣れるんじゃないですかね。そんな感じで今日、3月6日長井の解禁、やりたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。じゃあ早速解禁一発目行くぜ。久々の渓流じゃ。ああ、上が危ねえ。さっき渡るときね、魚ピューンって走ってるからね、間違いなくいるぜ。ほら、当たったよね。食って、すこぶる反応はいい。ちっちゃいんかな。当たってんじゃん。ねえ。あれ、乗らんぞ。なんだなんだ、もうちょい待てばいいですか。でさあ、ブドウ虫、水もあるけど、まずはちょっと一匹釣らんとな。あいにくのね、雨よ。安定の雨なのか。久々の渓流ヤマメを釣りたいんです。ああ、いいとこ。ちょっとまだ早いのかな。ちょっと待ってね、一箇所スルーしたんで、そこちょっとやりますか。ここもちょっと上の枝があるから、ほら、怖いぜ。あ、びっくりした、びっくりした。竿に雨粒が当たった、衝撃が当たりだと思って。離したな。これは合わせてみるか。来た、ほら来たよ、一発目。ちっちゃいの。上大丈夫。どれ、それ、あれ、はい、デレデレデレ。ちょっと待って、なんだこれ、ちょっと、このサイズのニジマスはあかんやろ。一発目ニジちゃんでした、ありがとう。あそこで虫取ってる人がいる。ちょっとお話聞いてみましょうか。釣れたのかな。いやー、しかしね、細い糸はね、見えない。おはようございます。あれ、どうですか、釣れます、釣れてます。あ、まだ竿出してないですか。まだ、あ、虫取りに夢中でまだ釣りしてないんですね。早いですよ。ああ、そっか、わかりました。じゃあ虫いっぱい取って頑張りましょう。よろしくお願いします。で、今虫取り名人の方から虫いただきましたんで、やってみたいと思います。さっき釣れたチビニジはブドウ虫。それ、ああ、流針だよそれ。虫案外いるね、この辺。ほら、あ、来たよ、ほら、刺す一発だね。え、はい、あ、ちっちゃいけど、あ、それ、ういしゃー、来た、
一発ですよ。ほら、今年の初ヤマメじゃー。ありがとうございます。俺が成長すれば最高の綺麗なヤマメになる。ほら、口先にちょこんと、よし、 OK。 まあちっちゃいけど幸先いいね、これね。よかったよかった。うわー冷たい。ちょっと上の枝が嫌な感じだけど、あれ、うん、あーほらやったよ。危ねえ。なんとか外れたからよかったけど、この川はもうそういうとこだから。これは来るぜ。ほら来た。あーし、ちょいちょい、あ、ちょっとタモが出せんの、タモがよ、ちょっと待って、よいしょ。あー、さっきと同じぐらい。すいました、止まるあたりでしたね。ちょっと船を車に置いてきちゃったんで、全部今梅沢さんの船に入れてます。あーでも、あ、さっきよりいいやん。あ、すいません。おー、元気っす。ほら、こんなヤマメでございます。いい、やったぜ。よし、この調子でやっていきましょう。これ入らないぐらいっつって。梅沢さんまだ釣らないんですか。まだっすね。 OK。 まだ早いです。まだ早い。よし、幸先がいいぞ。サイズは小ぶりだけど釣れるだけいいじゃないですか。ここ本命ポイント、実績ポイントです。よいしょ、あれ以上のサイズは果たしているのか。解禁してすぐって基本来ないからな。解禁直後がわからない。そう、割と流し終わりの方で来ることが多い。ほら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 、走ってる走ってる。ほら来た来た。ああ、結構まあまあ引くぞまあまあ引くね。さっきのまでのよりは引くよ。よしよしよし、ちっちゃいんだけど、ちょっと下に誘導して。ほらほらほら、いい感じいい感じ。あ、スレかこれ。だからか逆さまで釣れたよこれ。ほらほらほら、来た。これいいサイズ。体に引っかかったけど今日一だね。どこに引っかかった。あ、ケツだ。ヤマメ。ほら、引っかかってんぞ。ほら、ほら、いいいい、綺麗でござる。フィリピンよ。梅沢さん、早く釣らないと。まだ早い。まだ早い。やるな。場所ここじゃない。ここじゃない。だとしたらもう釣るとこないっすよ。あるんですよ。あんの？嘘だろ。いや、そんなとこ釣らせないかね。さっきよりまたちょっと筋を変えて、まだいるはずだから。あらららららら。今度はブドウムシ。ブドウムシ目立つからね。白くてね。ああ、もうちょい目印下げてもいいか。その辺いいんじゃないか。その辺。早い早い。来た来た。ほら来た。よしよしよし。ヤマメだ。よっしゃ。あー、いいいいいい。どれ。よいしょ。あ、いいサイズ。梅沢さん、これいいサイズよ。見てごらんこれ。おお。あ、いいじゃん。あ、針外れてる。危ねえ。ほら、こんないいヤマメ。結
構白っぽいね。おお、ほら綺麗。いいじゃない、これぐらいの釣れれば。よし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 、オッケー。おお、何センチですか？何センチあるか、何個ぐらい。20センチか。 20?20 だね。ああ、鬼沢の粛粛よりはでかいな。当たり前です。20なんかあるわけないでしょ。何本あんの？5センチぐらいじゃん。なのでこれ使ってよ。これ今季初の一番の上物が手に入ったよ。上物です。黒川はやん。そう、分かんない、でかい黒川食うかわかんないけど、でもサイズは一番だよこれ今季。じゃあそれ使ってやってみっか。うん、やって。続きまして、梅沢が誇らしげに捕獲した大きいサイズの黒川、この時期ちゃんと食ってくれるんでしょうか。いきます。それ OK、 いいとこ。あ、めっちゃ当たりそう。めっちゃ来そうで怖いんですけど。あ、バレた。当たりましたね、でもね。ああ、だいぶ下の方だな、当たるの。手冷て。釣れるのはいいんだけど、その都度さ、水触るから手やばいんですけど。来ない。レザーさん、黒川お返しします。はい、餌を再び金箔に付け替えました。ちっちゃいやつ。さあ、それで反応あったら完全に黒川がダメだったことだな。ほらほら、あー、バレた。あー、食った食った。でも餌取られたね。ちょっと待って、鼻水がやばい。まだ今日雨だからまだいい方だけどね。もう雨止んだから、この晴れだったらやばかっただろうな。次はブドウムシ。よし、あれ来ないです。重りが外れてら。行きますよ。そりゃあ、流れ入っちゃった。あそこ難しいね。流心の脇ですよ。脇だとちょっと極端に流れなさすぎる。あー、ダメだ。次行こう。ここだね。痛い痛い。ささささささ。まずは、手前。ここは、どちらかというとニジマスが釣れたな、前な。ああ、ドリューシンに入っちゃった。ここじゃないよね。さすがにそこには入ってないよね。違う違う。やろうとしてたのは、奥。その辺だ。いいんだけどな、そこら辺。違う。続きまして、ここ。ここはね、過去何回もやってんだけどね、釣れたことないんだよな。めっちゃいそうだけどな。ほら、あ、いたわ。いたわ、一発目だわ。ちょっと待って。タモ！ちょっと、タモだから。よしよしよし。ちっちゃいちっちゃいけど、いいよいいよ。はい、チキン。釣れました。カワムシ一発。じゃあほらほらほら、わあ綺麗。あー、いい。これ針もちょこんです。よし、はい、釣れました。ヤマメありがとうございます。じゃあおぬさをやるなよ、マジで怖えぞ。よしよしよし。今がもうすぐ8時ですけど、9時ぐらいから釣りするって、
キチガイだよね、マジで。それ、梅沢さんの船で私のは車に置いてきちゃったけど、その中全部私の超過ですからね。見てみよう。中間発表、今何人？5人、4人か。まあまあいるよ。あ、5人5人いる5人いる。1匹がチビニジちゃん。そう、ちっちゃいニジマス超可愛かったよね。梅沢がすごい可愛い可愛いって言うから帰って買う、買うか。こんなちっちゃいさよ、ニジマス。めったに見ないじゃん。ここね、出るんすよ。出るんだ。はい、じゃあこの調子でもう一回やってみっか。うん、ちょっと虫最高に使える。やります。カームシをつけて流してみます。今ちょっとバシャバシャしちゃったからね、わかんないよもう。あ、ちょっとちょ、竿が、竿が、竿が。よし、まあ、流派は、まあ、本来 6.5 ですけど、6メートルでやってます、今日はずっと。6号じゃちょっと長いね。長いだけに来そうだよ、その辺。ほら、あー、バレた。ちっちゃかったかな今のは。まあ明らかに来ましたね。つうことはもうちょい立ち位置この辺からどうですか。駆け上がりのとこだ。どう、うん、どうだ、来てんのかこれ。あれ、外れましたね。あー、虫ない。梅沢さん今当たり分かりましたよね。明らかにいたんだよこの辺。あ、違う、ちょっと待って、奥側やって、流し終わりの方だよね、かかったの、かかるのはね、去年まではね。違う、打つん、そこじゃ流れないでしょ。すいや、よし、さあ平田に反応するか。絶対いるでしょ。あれ、よいしょ、おい、ほら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 、当たったけど、あれはやっぱ離してたわ。あー、ドーンって当たった。その辺だよ、当たるんだったら。これは当たってるのか。ん、ああ、食ってる食ってる、いたよ、当たってた。ああ、来た来た来た、あーしゃ来た来た来た、これ、あーしゃ、おー、当たった、危ない危ない危ない、ちょっと待って、卵が出せないですねこれ。ちょっと待って、ちょっと卵来ますかね。あーしゃーしゃー来たーしゃー。あー、これですね、これじゃれてるんですねこれ。いやー、すごいじゃれてますねこれ。あー、来ました来ました。あー、いい子ですねこれ。よいしょ、あー、来ましたよ。いやー、いい子連れ出した、いい子がこれ。はいはい、ではちょっと見てみましょうねこれ。よいしょ、あー、これですね、これすごいですよ。これ珍しいですね。これ珍しいやつ釣れましたよこれ。まだ学会にもね、あの発表されてない、あの貴重な魚ですからねこれ。これね、日本小判模様解禁フィッシュっていう魚ですね。あー、これちょっと目が白くなってかわいそうですね。うん、同じポイントで来た。いいサイズじゃない。おいしょ、ほら、今日一だこれ。おお、光ろう光ろう。梅沢さん、今日一っすよ。ブドウムシです、今度は。結局何でも釣れるってことだ。ういいいサイズじゃない。まあ放流だね、放流だけど、これよ。あ、梅沢メジャー出てきた。目標出せるんですか。目標20。何センチ？
あ、21か。21ある？うん、21。オッケー。よし、今日一だ。20オーバー来ました。あ、これだ。よし。まあこれはヒデピンではないけど、まあこのサイズ釣れるんならいいや。オッケーです。じゃあその、おっとっとっと。そのタモにちょっと入れますからね。